ないから、うん、それにしてもあんた太ったよね。え、太ったお腹、ちょっとお腹見してみろよ。太ってねえだろ。いや太ったでしょ。じゃあ見してみなさいよお腹を。見せよ。うん、なんだろう。愛と勇気と希望の名のもとに、メタボリックマン。ねえ、本当にね、こんな感じやってますよね。本当に。でもね、なんでそれがそんな太んの。やっぱさ、もう暇なんだ。暇、うん、暇だと太っちゃうわけ。で、暇でさ、家でさ、DVD で映画見ながら、もう DVD で映画見ながら、ゴロゴロしてね。まあね、そうしたら太っちゃう。ね、うん、寝ちゃうの。まあけどさ、やっぱ映画で DVD はナンセンスよ。DVD は DVD がナンセンスよ。あれで見なきゃ。あれで映画、うわっ、うん。お前何やってんだよ急に。本当によ。まだ合わせないですか。はい、すいませんね。はい、映画はあれで見るんだよ。映画あれで見るんだよ。金曜ロードショー、こうやりたかった。はい、すいません。俺さ、この前ね、初めてね、ああ初めてじゃないよ、ああ、久しぶりにね、外食行ったんだ。あ、外食行ったんだ。そう、外食行ったらね、ああ、お腹痛くなっちゃった。あ、お腹痛くなっちゃった。外食行ったの。俺、10階に住んでんだけど。10階住んでんの。10階に住んでさ、お腹、やばいでしょ。やばいでしょ。長い、10階長いからね、お腹下っちゃう。早くつけよっつって。おう、早くつかない。やばいやばいっつって。着いた瞬間さ、うん、バーッと開けてさ、おで、バーッと座ったのね。おその瞬間、こんにちはしたよ。危なかったよ、お前。おこれぞ、まさに首の上げ下げ。はい、どうもどうも。笑っちゃっていいんですか。はい。それでさ、はいはいはい、この頃売れてないから。まあね、うん、売れてないからさ、はい、親父が、うん、もう会社継げとか言う。あ、お前そんなんでいいのかよ、お前。俺ら芸人やってくって言っただろ、芸人やってくって。そう、おう、敷かれたレールを歩かない。むしろ俺らは茨城。そうね、はいはい。ほんでね、ちょっと話変わるけど、うん、俺の、うん、俺のお母さん今になって、うん、ペヨンジュンハマってんの。フリーなお前だろ。おほんでね、うん、妹がパクヨンハマってんの。なんだよそれお前。お姉ちゃん、うん、聞いてびっくり。イビョン鉄板だろお前。だろ、それでもさ、やっぱり俺らはちゃんどんこで、はいはい、入ってるわけね。ありがとう。ちょっとさ、お兄さん、うん、漫才やんならさ、おい、どうしたおい。この体勢